くじり世界史、俺みたいになるなぁ。イエーイ、イエーイ。今回は知られざるダイアンくん、柴犬、についてやっぞ、ほらやっぞ。柴犬はあまりよろしくない人物だったのかい？真の武帝こと柴犬の名は、世界史の教科書には必ずと言ってもいいぐらい出てくるため、名前そのものを知っている人はたくさんいるだろう。三国志を終わらせた人物。柴犬について、それ以上知っている人はほとんどいないのではないかと思う。確かに柴犬がどういう人物かは全く知らないねー。というわけで今回は柴犬の知られざる素顔に迫ってみよう。みよう。柴犬は西暦236年、柴犬の次男である柴将と、その妻大元気の長男として生まれた。孔明の北伐から2年後の話か。柴犬の母である大元気は、王宿という人物の娘で、王宿の父親はかつて孫策に敗れたあの王老だ。あの王老か。王老は三国志演義だと完全に道化役及び、三奪を助長した悪役だが、史実では地味ながら曹操陣営でかなり活躍した人物だ。儒教の知識に通じ、三公の一つである四公の地位にまで上り詰めている。柴犬の母親も有力家系の出身だったんだね。上品に関門なく、下品に性俗なし。九品中正性を採用した義を最もよく表した言葉だ。それで中世ヨーロッパの貴族と同様、有力家系同士で結婚していたわけか。住む場所や時代が変わっても、人間の取る行動は似通ってくるから面白い。さて、柴犬が成長する過程で、祖父の柴犬はどんどん力をつけていき、その力は建国の祖である曹操の一族をも上回るようになっていく。詳しくは、柴犬を見てね。柴犬が死ぬと、後継者は柴犬の叔父の柴氏となった。柴氏には男の子がいない。そこで柴犬の弟の柴龍が、柴氏の養子となった。おじさんの養子になったんだね。このことは将来、柴龍が柴氏の後を継ぎ、柴一族の総裁になることを意味していた。柴龍もまた、柴将と大元気の子として生まれたが、柴犬も柴将も柴犬より柴龍を可愛がっていた。これは結構あるあるだよねー。炎章、竜王、そして曹操も、上の子よりも下の子を可愛がったな。今回はそこに祖父である柴犬が加わる。柴犬のような男でも、孫は可愛いんだなー。この子は大器である。柴犬は柴龍をそう言って可愛がったという。柴将は柴将で、自分の信頼を指して、ここはお前の場所だよ、と言っていたという。こうしてみると、柴一族も普通の人たちなんだな。ただ、柴犬や柴将の愛情が、後に悲劇を起こすんだけどな。西暦255年、柴氏が死んだ。弟の柴将が後を継ぐわけだが、ここで困った問題が起こる。柴犬と柴龍、どちらを後継者にするか、だね。264年に柴将が新王となると、この点は大きな問題となった。柴将は自分の後継者に柴龍を指名しようとした。しかし重臣たちはこれに猛反対。柴将は兄の地位を柴龍に返すだけだと主張したが、結局柴将の後継者は柴犬となる。重臣たちの力が強かったんだね。反柴一族の者も多かったしな。特に260年に柴将が皇帝である曹剛を部下に殺害させた後は、同じ柴一族内部からも不満が出ていたぐらいだ。詳しくは、義の滅亡を見てね。この時期は柴一族が実権を握ってはいたが、まだ皇帝には曹操の一族がついていて、義という国は存続している。柴一族の基盤は、盤石というわけでもなかったんだよ。そして265年に柴将が死ぬと、柴犬は、新王を含めた地位を、父柴将から引き継ぐことになる。新王の地位を継いだ柴犬は、即座に義を滅ぼして新を立てた。皇帝の地位を強奪したのかい？実質的には強奪だったが、柴犬とその重臣たちは、禅譲、の形を取った。禅譲とは、大毛のあたりから、形ばかりの禅譲しかなくなったな。詳しくは、大毛を見てね。もちろんこのような柴犬の行為は歴史的に、三奪、の評価を受けている。劉備を主人公とする、三国志演義、は、
曹操や司馬一族への反感が生んだ物語であるとも言えるだろう。それなのに、最後に勝つのは司馬一族なんだな。司馬遠が秦王になった瞬間には、すべてが揃っていたと言える。司馬懿、司馬氏、司馬昭。この三人がすべてを整えていたのだ。しかしそれは、司馬遠というよりも、その弟の司馬遊のためだったとも言える。司馬昭が司馬遠を後継者として指名したかは少々疑わしい。そうなのかい。司馬昭は最後まで司馬遊に後を継がせたかったようだからな。でも重臣の反対にあったんだよね。その過程で死んでいる。じゃあ、重臣と司馬遠が司馬昭の意思を封殺したということかい。その可能性はあるんじゃないかと思う。悲しいかな、歴史というのは後でいくらでも改ざんができてしまう。ただまあ、司馬遠は長男であったし、中華の歴代帝国を考えても、儒教的価値観にのっとって、長男が継ぐのは妥当だったんだがな。いずれにせよ、秦王の地位は司馬遠が継ぎ、司馬遠は魏の皇帝である曹寛から、前上、王家、秦の初代皇帝となった。曹寛はどうなったんだい？秦竜王に報じられ、司馬遠よりも長生きしたようだ。なんかちょっとだけ安心した。なお、この時一人だけ皇帝のために泣いた男がいた。司馬懿の弟の司馬符である。皇帝の教育係をしていたんだよね。曹寛の手を取って、涙を流しながらいつまでも臣下であると述べたそうだ。義の一番の忠臣が司馬懿の弟とはね。司馬符は曹操の時代から仕えていたからな。曹操の子孫に親愛の情を抱いていたのだろう。司馬遠が秦の皇帝となった時、すでに蜀漢の領土は秦の領地となっていたが、すぐに後に侵攻できたわけではなかった。まずは地盤を固めたんだね。皇帝就任の経緯からもわかるように、司馬一族の基盤が盤石であったわけではない。そして秦は内部に大きな問題を抱えていた。問題とな。数千万人いた漢民族も、この時代には総勢で千万人いるかどうかという数まで減っていた。そこで三国ともに兵力不足を補うべく、異民族を自国に住まわせ兵力としていた。その異民族が反乱を起こしたわけか。特に幼州と幼州で激しかったようだ。幼州はずっと反乱ばっかり起きているねー。五漢の時代、結局幼州の異民族を討伐できないままだったしなー。詳しくは、五漢の滅亡、を見てね。立地で見るとわかるが、領州はいわゆる西域と呼ばれる地域と繋がっていて、外から異民族が入ってきやすい。この時代は、後に北魏を建てる鮮卑族の動きが激しかったようだな。鮮卑族は非常に強く、秦州獅子の五列や領州獅子の健康を撃破してしまった。秦州？領州とも言うな。かつて中華を統一した秦の国の本拠地である咸陽があった地域で、長安なども含む重要地域だ。詳しくは、秦の滅亡、を見てね。そんな重要地点が陥落したのかい？だから後に侵攻する余裕はなかったと言える。秦にとって幸いなことに、後はもうめちゃくちゃな状態だった。詳しくは、後の滅亡、を見てね。司馬遠は名将楊虎を大御司令官に任命し、文王を領州反乱の鎮圧に向かわせた。文王って？文王の父は、かつて関宮剣と共に反乱を起こした文金だ。一緒に反乱に参加していなかったっけ？父である文金が諸葛丹に殺されてしまって、文王は息子の文虎と共に、司馬昭に降伏したんだ。そういえばそうだったね。司馬昭はあえて文王を厚遇した。そしてそれを見た反乱軍たちが、文王が許されるならと次々に司馬昭に降伏してきたわけだ。その後も文王は厚遇され続けたわけか。文王は将軍としてかなり優秀だったからな。この時も見事領州の異民族を撃破している。その後も反乱は続いたが、279年までには鎮圧し、翌280年からは呉への本格的な侵攻を開始した。すでに楊虎は亡くなっており、その遺言により総司令官となった豊が総攻撃をかける。まさに破竹の勢いで建陽まで攻め入り、後の皇帝である孫興は降伏。こうして中華は再び一つの国になったのであった。敵のいなくなった司馬遠は、徐々にその本性を表すようになる。嫌な予感しかしない。司馬遠は、
物心ついた時には全てが与えられていたと言える。それでも後が滅亡するまでは、緊張感があったのか、比較的まともだった。中華を統一したことで、その緊張が解けたのか。正確な年代は不明だが、先ほど出てきた文王が芝苑に謁見した際、なぜか文王に嫌悪感を抱き、いきなり免職にしている。平和な時代に名称はいらないと思ったのかな。そうかもしれないが、芝苑は統一後一気に暴君化するんだよな。皇帝には皇宮と呼ばれる、日本で言えば大奥のような場所があるのだが、芝苑はその規模が桁違いで、なんと1万人もの美女がいたという。本当に桁違いだな。女官などを含めた数ではあるらしいが、あまりにも桁違いで、その維持費用は莫大なものになったという。あまりにも数が多すぎるので、芝苑は高級に牛舎で行き、牛が泊まった美女のところに泊まったという。中華皇帝の圧倒的な権力よ。ちなみに女性たちは牛が泊まるようにあらかじめ塩を持っておき、この風習が日本に伝わって、森塩の習慣ができたと言われている。料亭とかの門に置いてあるやつだね。まあ、この話が本当かどうかはわからないけどね。もっとも、芝苑は後を滅ぼす前のある年、国中の女性を結婚禁止にし、片っ端から皇宮に入れたらしいから、もともとそういう気質だったのかもな。どう反応していいのやら。芝苑はさらに後を滅ぼして尊皇の皇宮をそっくり移したらしく、そのため皇宮が規格外になったという話もあるな。二国分の皇宮の規模なわけか。これだけだとあれなので、ここで芝苑が行った政策の数々を見ていこう。最も有名なのが、世界史の教科書にも出てくる宣伝、家電法、であろう。どんな制度なんだい？実態は不明なところが多いが、旧品忠誠を基盤に、品に応じて土地が分配されたようだ。品が上等なら土地も多かったんだね。品はかなり強固な貴族制社会を形成していたからな。芝一族とその取り巻きたちで、実質的な河川生態を形作っていたと言っても良い。それを支えたのが宣伝、家電法だったわけか。税は土地の広さに応じて決まっていたようで、またこの制度によって兵士を次々と機能させていったようだ。軍縮を行ったのかい？そのようだな。芝苑は歴史上でも珍しく軍縮を行った人物だ。文王の一件もその一環なのだろう。すでに戦乱の世は去ったもんね。感覚で言えば江戸幕府に近いのかもな。敵はもう、いないはずだったんだから。でも秦ってあっという間に滅亡したよね。建国が265年、統一が280年、滅亡が313年。統一から30年ちょっとしか持たなかったのか。建国から考えても50年持たなかった。歴代中華帝国において、ついに次ぐ短さだと言える。秦は統一からは短かったけど、建国からは長かったからねー。秦の治世が短かったのは、かなりの割合で芝苑に責任があったと言えるな。そうなのかい。原因はいろいろとある。大きな原因としては、異民族問題が挙げられる。UFO の時みたいなかい。あの頃とこの頃では、異民族事情がかなり異なる。始皇帝は多大な犠牲を払って万里の長城を建てたわけだが、その効果も絶大で、異民族は長城より南下するのがかなり難しい状態だった。詳しくは、秦の始皇帝、を見てね。劉邦の時代に強度の撲突前後の激しい攻勢にさらされたが、一定の額を払うことで長城以北に追いやり、漢の武帝の時代には、強度を半壊滅状態にまで追い詰めた。詳しくは、漢の武帝、を見てね。その後は領州などから侵攻してくるものの、基本的に中原と言われる地域には漢民族だけが住んでいたと言える。しかし黄巾の乱以降はこの事情が大きく変わる。戦乱のためなのか疫病のためなのか、戦術の通り漢民族はその数を大幅に減らした。兵力不足か。それなのに例えば食漢などは、総人口が100万人に満たない状態で、10万を超える兵団を組織していたと見られている。異常な割合だね。漢民族だけでは不可能だ。食漢に関して言えば、チベット系の帝族をかなりの数軍団に組み込んでいたようだ。
同じく後は三越と呼ばれる異民族を大量に軍団に組み込んでいた。ローマ帝国がゲルマン民族を兵団に組み込んでいたのと同じだね。構図は全く同じと言ってもよい。ローマ帝国も末期はゲルマン人同士が戦うというよくわからない構造になっていたからな。真において、どの程度の割合で異民族が兵団に組み込まれていたのかはわからない。しかし最終的に神話異民族に滅ぼされることになる。語を滅ぼすより少し前、郷土族の遊園が芝園に越権している。遊園は父が死ぬとサブスイという地位を継承し、神によって北部隊に任じられることとなる。と言って治安維持が目的だよね。だから芝園は、異民族に治安維持を任せていたことになるな。そして後に、この遊園の一族が神を滅ぼすことになる。西ローマをゲルマン人が滅ぼしたのと同じ構図だ。こういった例は世界各国であることなんだ。兵力をアウトソーシングした結果、その勢力によって滅ぼされる。これもまた歴史の普遍と言える。実は郭金という人物がこの未来を予測していて、芝園に対し異民族を頂上以北に戻すべきだと進言しているのだが、この頃の芝園にはすでにやる気はなかった。やっぱり緊張の糸が切れたのかな。高級でひたすら美女と遊んでいたようだ。そして戦術したように、その維持費用は莫大な負担となって民に覆いかぶさった。いろいろとひどい状態だな。しかし神滅亡の本質はもっと別のところにあった。問題の本質はすでに芝生の時代に形作られていた。問題の本質とは何だい？同士浮きさ。芝生は養殖に次々と芝一族をつけた。芝の発達と呼ばれたほど芝居の兄弟は多く、その子孫まで含めれば膨大な数になる。芝園は父芝生に習って一族を優遇し、各地の王に報じるようになる。やっていることは UFO と同じだね。その結果どうなったか覚えているかい？五祖七国の乱が起きたんだった。それで漢は諸侯の力を削ぎ、中央集権体制を整えたわけだ。詳しくは五祖七国の乱を見てね。芝園が生きているうちはまだ良かったが、芝園が死んだ後に結局それら諸王が八王の乱を引き起こすことになる。そしてその火種をまいたのは芝園自身だったと言える。一体何をやったんだい？おなじみの後継者問題と言えるのだが、秦の抱えた問題は他と少し違った。芝園の後継者は芝忠に決まっていた。芝忠は長男ではなかったのだが、兄の芝木が夭折してしまい、まだ芝生が生きていた頃から芝園の後継ぎとして決まっていたのだ。それが問題なのかね。芝忠は誰が見ても暗君だったらしい。秦家からも芝忠の素質を疑問視する声が多く、芝園は芝忠をテストすることにした。テストとな？証書の業務、すなわち文章の管理をさせたらしい。そしてここで暗躍したのが、芝忠の妻のカナンプーだ。あの伝説的悪女カナンプーか。カナンプーについてはまた次の動画で詳しくやるが、芝忠の業務はすべてカナンプーがやっていたようだ。カナンプーはかなり頭が切れる。なので芝忠が本当に遂行したように見せるため、ギリギリの出来で業務を行ったらしい。優秀な奥さんではあったんだね。カナンプーの背後には果汁がいた。秦の政治は、実質的にはこの果汁が行っていたと言っても過言ではないだろう。そうなのかい？果汁は芝生の時代から芝一族に仕え、当時の義の皇帝であった、総合の殺害を実質的に実行した人物だ。腹心中の腹心というわけか。果汁は秦内部での派閥争いを制し、実質的な権限を握った。娘であるカナンプーを、次期皇帝である芝忠に嫁がせたことで、その権力基盤を盤石にしたと言える。芝忠が皇帝にならないと困るわけか。この結婚もかなりの策を巡らせて実行したぐらいだ。そういった背景も手伝い、ほとんどの重臣は芝忠ではなく、芝園の弟である芝龍が、皇帝にふさわしいと考えるようになる。これは芝園を刺激しそうだな。実際芝園はこの動きに反応した。かねてからの憎しみもあったのか、芝園は芝龍を排除しようとする。弟なのにねー。兄弟の仲の悪さ、
というより芝縁の憎しみは相当なものであったようで、二人の母である王太后は、死ぬ間際に芝縁を呼び寄せ、私がいなくなった後、そなたと優が相入れられなくなるのが恐ろしい。そう言って、泣いて芝縁に芝優と仲良くするよう懇願したという。それでも仲良くしなかったのか。芝縁の芝優への嫉妬は凄まじいものがあったようだな。そしてそれを純曲という人物が助長させた。純？お察しの通り、純育と同じ栄戦の純子の一人だ。純育は残念なことになってしまったが、純子は義の名門中の名門で、死んでも引き続き名門貴族として存続した。詳しくは、純育を見てね。純曲はある時芝縁にこう囁く。このままでは大使様はお立ちにはなれません。芝縁は驚いてその理由を尋ねる。百官はみんな、西王様に心を寄せているからです。西王というのは芝優のことか。お試しに西王様を領地へお出しになれば、必ず朝廷はそう反対いたしましょう。実際芝縁が芝優を都督征州諸軍事に任命すると、多くの重臣が次々と反対意見を述べた。実際準局の言う通りになったわけか。それで芝縁は不安に駆られて芝優を排除しようとしたわけだ。実際重臣の心は芝優に向いていたわけだしね。派閥が形成されるのは時間の問題だっただろうな。多くの軍臣の反対意見を皇室の問題だと言って封殺し、芝優を左遷した。そしてそれから間もなく芝優は死んでしまうのであった。他殺かい？病死ということになっているが、実際のところはどうだったんだろうな。なお、ややこしい話なのだが、芝優の妻もまた荷重の娘だったりする。どちらに転んでも荷重の権威は盤石だったということか。もっとも、荷重はこの前年にあたる282年に死んでしまっているけどな。さて、記録によれば芝優が病気になったので、芝縁は医者を派遣したが、医者は芝優に病気はないと芝縁には報告したという。なので芝優は死んでしまい、怒った芝縁はその医者たちをことごとく処刑したという。医者はなんでそんな嘘をついたんだい？芝縁におもねってのことだったということだが、この話は創作ではないかと思っている。総合が殺害された際、正妻という人物に全ての罪が押し付けられ、そして処刑された。それと同じで、医者に罪を押し付けて処刑したと？全ての歴史書は、権力者によって都合よく書き換えられるものだ。まあ、真相はどうあれ、芝優は死んだ。人によっては、芝優の死こそが後に起こる八王の乱の端緒だったと考えているようだ。一族での争いは悲惨になりやすいね。ちなみに、芝優には芝慶という息子がいて、この人物は西王に報じられている。そしてこの芝慶こそが、八王の乱を起こした八王の一人なのだが、その話はまた別の機会にするとしよう。もうこの時点で火がついている感じがあるね。さて、新内部の実権は、荷重が死んだことにより、楊春という人物が握るようになる。誰ですかいの？芝縁の皇后である楊氏の父親だ。また外籍か。楊一族にはかなりの悪漢が揃っていて、芝縁が政治に無関心なのをいいことに、多方面から賄賂を受け取っていたようだな。これはもうダメなパターンだね。汚職も真の寿命を短くした原因の一つだ。楊春は自分に迎合する人間ばかりを要職につけ、秦という国はますます腐敗していく。その腐敗ぶりは芝縁の死後により広がっていくのだが、それもまた別の話。芝縁の本当のしくじりは、生きている間ではなく、死んだ後に始まるのか。創始者というのは非常に重要なんだよ。江戸幕府があれだけ長く続いたのは、やっぱり徳川家康が優秀だったからだろうし、漢が断続的にも400年続いたのは、劉邦やその周辺が優秀だったからだ。芝縁はそれらの人物とは違い、最初から全てが用意されていた。国の基礎を固めなかったんだね。やがて芝縁が病床に着くと、楊春は次々と要職に自分の息のかかった人物を配していく。そして楊春は大尉、大使、大夫など様々な要職を兼任するようになり、真の実権を握るのであった。西暦290年、芝縁は崩御した。
その後は芝忠が皇帝となり、その一族である楊俊と、その妻である河南風が対立する時代に突入する。そしてたくさんの芝一族が権力争いに加わり、暗殺に次ぐ暗殺の末、八王の乱が起こり、その数年後に秦は滅びるのである。人の愚かさを詰め込んだような国だな。これが、三国志、の結末なのだからな。孔明が死んだ後誰も読まないわけだ。芝縁和氏に際して、孔子を叔父である、女南王芝陽に託そうとしていた。しかし皇后である陽氏は、芝縁が意識不明であることを利用して、陽春に孔子を任せる用意書を改ざんさせたという。とんでもないことをするなぁ。芝縁は時折意識を取り戻すと、芝陽はまだかと聞いたが、陽春は芝陽を芝縁から遠ざけており、妨害工作をして、結局最後まで芝縁と芝陽を合わせなかった。芝一族もまた、好きに扱われるようになるのか。歴史は繰り返すんだよ。異民族の台頭、皇族の台頭、内部的な腐敗と権力闘争。秦はこれらの原因で滅びたと言える。そしてこれらの原因の火種は、芝縁の時代にはすでに存在していた。国家創設後の立ち向かうべき難局からことごとく目を背け、高級でひたすら遊んでいた芝縁は、友禅の日ではないほどの暗君であろう。その度合いは、霊帝や奇僧といった、中華史でも最低クラスの暗君と並べても、まるで遜色がないと言える。詳しくは、霊帝、奇僧、を見てね。中華史はもちろん、世界史レベルで見ても、ワーストクラスの暗君だと言えるだろう。八王の乱、以降、中華は再び分裂し、その後300年近く分裂が続くことになる。芝縁がしっかりしていたら、中華の歴史は大きく変わっていただろう。といったところで今回の動画は終了だ。チャンネル登録して、次の動画も見てくれよな。チャンネル登録していってね。